オースミレのチャンピオン、どうもいげんです。ということで、今月いっぱい、ランクマッチの使用率トップ50のポケモン禁止で、ランクマッチに潜ってますけども、いや、これまでの動画でですね、僕、ハピナスと生拳にパーティーをあまりにも頼りすぎていて、この2体にですね、もうめちゃくちゃ頼りっきりで、もうこの2体を使ったら3桁安定するっていう感じなんですけど、この2体をね、動画で使いすぎてるんで、別のポケモンを使えるようになりたいなと思って、別のポケモンに変えて試したら、4桁に落ちる。で、またこの2体に戻して3桁に戻すみたいな、そういうのを永遠と繰り返してて、ずっと4桁と3桁をね、反復横跳びしてるという状況になっています。で、この2匹を使って、パーティー変わり映えしないけど、もっともっと上位目指すっていう動画と、他のポケモンを、負けてもいいから試してみるっていう動画、どっちにしようかなってすごく悩んだんですけど、まあ、でもね、いろんなポケモンを紹介するっていうのが、まあ僕の役目なのかなってなんとなく思ってて、せっかくなんで全体的に青いパーティー組んでみました。下2匹が雨からの水水のギミック持ってまして、上3匹があられからの雪かきのギミック持ってます。前回までとはまた一味違ったね、ダブル天候パーになってますんで、そしてさらにね、このコバルオンも結構いい味出してますんでね、その良さも楽しんでいただけたらいいかなと思います。では行ってみましょう。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。アシレーヌと UBじゃん。なんじゃこの UB。 いや、1体でもね突破を許したら、そっからビーストブーストでパーティーが崩壊しそうな、また恐ろしいパーティーですねこりゃね。相手したくないわ。まあそんなこんなで突破口をどっかに見つけないといけないんですが、唯一天候パー何も関係ないコバルオンが今回結構やれそうなように見えるので、コバルオン先発行きたいな。あとはどっちの天候で攻めるかなんですが、でもアシレーヌあたりを甘く見てるとね、ちょっとアシレーヌで詰んじゃいそうだっていうのと、コバルオンだとね、鉄火具屋もちょっと突破が困難になる可能性があるので、パッチルドンはどうしても行きたいですね。その前にアラレを振らせるアマルルガもいるって感じにしましょうか。これで行きますかね。はい、対戦よろしくお願いします。はい、先発フェローチェから、まあ結構ありがちな対面ですけど、これフェローチェ側はおそらくインファイトとかから入ってくれるんじゃないですかね。今回弱砲ダイジェットをコバルオンにしてますんで、弱砲ダイジェットは割と成功しやすそうに見えますけどね、こうなると。まあ素直にダイジェットから入ってみましょうか。はい。まあインファイトじゃないですかね。結構この対面だとほとんどの場合インファイトかなというふうに思ってます。先発なんでタスキっぽいですよね。なんで、一発ダイジェットしてタスキ耐えられて、その後こちらダイナックルあたりを積んで、相手の後ろにさらに負荷をかけに行くという感じでしょうか、動きとしては。普通にインファイト。まあ火力としてはこんなもんですね。コバルオン素で結構硬い。これ、全然耐久振ってないんですけどね。いや、偉い。これで弱砲が発動して、はい、ダイジェット。まあこれでダイマ先に2ターン使うことになるんで、それは結構ねハンデになるんですけどね。まあ案の定助けということで、まあそれでも攻撃力3段階上昇は甘いもんじゃないですかね、向こうにとっても。これは結構かなりプレッシャーかかってるんじゃないかな、向こうにも。はい、じゃあダイナックル行きましょうかね。さらに火力を上げて、相手がダイマを切った後もはなるべくね負荷をかけられるようにしたい。お相手の裏にゴーストタイプのポケモンが今回いないので、ダイナックルは確実に通ると。これでフェローチェは突破。いいですね。まあ、仮に素早さに補正がかかってるフェローチェだった場合、パッチルドンがですね、雪かき下でも抜けないということになるので、そのフェローチェを先に突破できたのはより美味しいという状況になります。で、アシレーヌからか。なるほど。結構火力に自信があるアシレーヌなんですかね。じゃないと、この体力のコバルオンに対して出しづらいと思うんですけど、まあ、ここは素直に最大火力のダイスチルからかな。ここで引く理由はないですね。さすがにダイマーも切ると。いや、ちょっとまだわからんな。何したいか。まあ、ここはダイウォールで一旦ダイマーをしのいでっていう感じかもしれませんね。それも一理ある。さあ、アシレーヌにダイマー。結構ね、コバルオン負荷かかりますけど、もしかしたらダイウォールかなという状況。いや、ウォール切ってない。お、じゃあ結構痛いぞ、これ。だはは、つえ。いいぞ、いいぞ。これめっちゃ痛いでしょ。アシレーヌ側も大ストリームしますが、もう時すでにじゃないか、これは。耐えるかな、コバルオン。いや、耐えない。火力結構ありますね。どうだろう。最速アシレーヌだったら、パッチルドン抜かれてるんですけど、そうじゃなければパッチルドンここ素で行っちゃっていいんですよね。パッチルドン行きたいな。パッチルドンから入りたい。
あ、でもここバッチルドンからかな。今回あのアマルルガは脱出ボタンこらえるで、一度攻撃をこらえて脱出ボタンでバッチルドンに雪をつないで、で後ろに体力ね、あの1とかで残ったアマルルガがまたあの後々ねあられを降らせるみたいな感じで2回あられを降らせられるような工夫をとっているんですが、今回の場合先にもう雨が降ってない状態からバッチルドン出しちゃって電撃くちばし、これちょっと走るのがめちゃめちゃ速いと困るんですけど、そんなことはなさそう。うんうんうん、よしよしよし。これね、アシレーヌがダイマックスしてる限り何回でもストリームで天候を書き換えることができるので、それがちょっとねこっちにとって不利だったんですよね、それをされると。で、神剣と、オッケーオッケー、神剣だったらもうなんとでもなりそうだな。ここフリーズドライ押してた方が強かったですね。まあまあ、でもこれは諸説あります。後ろがウツロイドとかだったらね、逆に電撃くちばしの方が良かったんで、まあこれはしょうがないとして、でアマルルガに引いてアラレにシフトして、でパチルドンで全抜きっていうルートかな。あとはよし、これでいきましょう。はい、アマルルがこれであられ振らせて、まあ脱出ボタンする以前にもう吹き飛びそうですけどね、聖なる剣とかされたら。うん、まあこれは吹き飛びます。まあでも無事天候あられに変えられて、相手は一度アシリエヌを引いたのでもう天候は書き換えられないと。でビストブースターも神剣だったら絶対 A が上がりますんで、はい、S は上げられないというところを見て、わ、これはパッチルドン勝ちなんじゃないかな。神剣の持ち物にもよるけどな、スカーフだったらちょっと厳しい。スカーフ神剣っているんだっけ、どうだろう。まあ、ここは素直に最大打点の吹雪打ちましょう。うん、こっちが先ですね。オッケーオッケー。これで神剣突破できたら、もうあとはね、体力がないアシレーヌだけになるんで、これはもう成功ですね。よしよしよし。脱出ボタンアマルルガである必要は今回はなかったですが、まあでもかなりうまくいったんじゃないでしょうか。オッケーオッケー。じゃあ電撃くちばしで。ま、イヴァンの実持ってる。何？そんなハイドロカノン、イヴァン激流ハイドロカノンだと、そんな負け筋が、くそかっこいい、嘘だろめちゃめちゃドヤ顔で勝ったつもりでいた。そんなのがあんのか。うわぁ。かっこいい。参りました。マジか。マジかよ。悔しい。そんなのあるんだ。大佐ありがとうございました。マジか。勝ったと思った。はい、対戦手見つかりました。よろしくお願いします。お相手の名前秋雨ですかね。なんかおしゃれでいいですね。まあこっちが何をやってもクレセリアで一回止まってしまいそうなのがすごく気になるな。ウルアースに対して強いコバルオン行きたいんですけど、クレセリアに引くだけでコバルオンが機能停止してしまうので、どうしよう。ウオチルドンとかウムスターでゴリ押しする方が強いのか。ただウオチルドンとかウムスターはウーラオスに対してかなり弱いので、あー、ちょっと板挟みな展開。しょうがないな。ここアマレルガから入ってパッチルドンウオチルドンかな。あんまりしない戦術だけど、このアラレ三重視行きましょうか。これ決まったらかっこいいんでね、狙いに行きましょう。あと相手のパーティーの中にブリザポスがいるんで、ミミッキューはトリル持ちであるっていうとこまで警戒して動かないとダメそうですね。いや、トリルからのブリザポスにもちょっと、今回はあまり強い戦術じゃないですが、ブリザポスは比較的相手からの戦術率は低そうかな、このパーティー見たら。ほとんど出せなさそうですよね、パッと見。サンダー。なるほど。まあ、こっちは脱出ボタンアマルルガなので、向こうがあのボルトチェンジとかしようが、こっちがあの一方的に逃げることができて、これは割と悪くない対面ですね。引いてくれるなら引いてくれるで、後ろに吹雪なりなんなりが通りますんで悪くない。あ、ちょっとここオーロラベルよりステロ優先かな。相手の攻撃一発食らうっていうよりはもう上からあのとことん倒しに行くっていう行動を取りがちなので、今回ステルスロックから入ってみます。あ、いきなりダイマー。はぁ、あ、はぁはぁ。じゃあダイバーンで晴らしてしまえばもう勝てるんじゃないかっていう動きですかね、これは。あー、なるほどなぁ。あんまりしないでほしいけど、まあまだでもなんとかなるかな。パッチルドンでダイマ切ってダイアイスから入りましょうか。あれ、ダイバーンめちゃめちゃ痛いんですけどね。なんとかなるかな。そうですね、晴らしてしまえば勝てる野郎のやつですね。まあこれ一発耐えて脱出ボタンでっていう流れですね。急所に当たった。あ、でもこれ急所ってことは、あの火力アップアイテムじゃないですね。うん、弾とか絶対持ってないんで、一発はじゃあ熱風を元にした大盤ですね。は耐えるでしょう。ということで、まあ、パッチルドン行きましょうかね。めちゃ痛いけどね、次の大盤ね。
まあ、でもそうするしかない。まあ、あのちょっと前の動画では、無邪気で合ってるかな、D 加工補正で S 上昇補正をかけてたんですけど、今回のパッチルドンは性格補正なしです。あの真面目ですねを使っているので、なんとあの特防も前回よりは若干上がってます前回というかしばらく前からね、性格補正なしで使ってるんですけど、これはめっちゃ使い勝手いいですね。で、まあもちろん大バーンなんですが、まあ結構ね、痛いですが、一発は耐えてくれると。痛い、めっちゃ痛い。いや、これ、ミミッケが後ろにいたら、ミミッケが意気揚々と出てくるのが目に見えてますが、まあサンダーはしっかりこれで削れます。うん。まあなんとかかんとかって感じですね。まあミミッケに仮に、止められたとしても、もうウォッチルドンが早々止まらんっていう展開は作れたんじゃないかな。お相手大サンダー無効できるポケモンいないんで、一応大サンダーでエレキフィールド貼っておきます。うん、大ボール。なるほど。これでも大魔3ターン使い切ってっていうことですね。うん。まあ。確かにね、最大限動かれちゃいましたけどね、こっちのパーティー割と壊滅状態な感じになってますけど、ただあられを振らせることには成功したし、まだあのアマルガも残ってるので、ウォチルドンはほぼ最大のパフォーマンスが発揮できるはず。こっから頑張れるか、ウォチルドン。なんならウォチルドンにとってこのエレキフィールドがマイナスになる可能性があったんで、エレキフィールド貼らないのが正解だった可能性もありますね。まだパッチルドンで居座ること考えてますけど、あと1ターンの命ですからね。ウーラオス、なるほど。どっち、一撃の方、不意打ち持ってるよって言わんばかりの出し方ですよね。まあでもこれが不意打ち持ってなくてスカーフとかだった場合は、あのウォチルドンにね引いちゃったりとかすると秒であの試合が決まっちゃうので、この体力のパッチルドンはもうお役御免にしようかな。吹雪で不意打ち、素直に動いてますね。まあでもあられダメージが入って、これで仮にタスキだった場合もタスキが潰れます。ここが安心要素ですね。で、不意打ち持ってたってことはスカーフではないはず。ハチマキエラ神さあ、どれぐらい通るか見物ですね。移り待機が高いウーラオスですが、このエラ神、さあ受かるかな。まあ不意打ちだったら向こうが先制攻撃になっちゃうので、エラ神の火力は多少下がっちゃうんですが、不意打ち連打かな。いや、切り替えてますね。よし、これは受からないんですね、実は強い。そう、これがね、ウォチルドンのいいとこですね。雪かきからのエラ神。ウオノラゴンの場合は、砂かきからのエラ神になるんですが。で、ブリザポスか。ブリザポスだったらこっちの方が素で早いんで、あられこっから無理に振らせる必要ないですね。ウォチルドンのエラ神、ブリザポスの耐久なら一発耐えてくると思うんで、その開始で一撃で倒されてしまった場合、そのアマルルガの吹雪で削れるように、アマルルガは後に残しとった方が強そうですね。ここエラ神、そのまま連打しましょう。まあ、ただ、そう簡単に受かる攻撃じゃないんで、めちゃくちゃ痛いですよ。めっちゃ入る。オッケーオッケーオッケー。これインファイトは耐えなくても、よし、これで BD 加工からの吹雪はさすがに持っていけるでしょうよ。うん。まあ、ブリザポスはね、めちゃめちゃ遅いんで、白の稲垣発動しますが、もう大丈夫じゃないかな。ウォチルドン強かったな。いや、お相手に対する負荷が半端なかったですね。いや、素晴らしい。さて、じゃあこの雪降らしからの吹雪でゲームセットです。まあ、どっちにしろインファイトからだったら、こっちがね、アマルルガに引いて、あられ再展開してインファイト食らって、その後エラ神でも良さそうでしたけどね。あ、イヴァンの実、ちょっと。なんでスイバン持ってんのよ、みんな。ちょっと嘘なんでやだ、もうイバンの実なんて嫌いだひどいや、みんな。みんなして。みんなして、スイバンで、素台からのイバンで吹き飛ばしてくんのやめてくれ。ひどいや。はい、対戦相手見つかりました。いやー、ここまでが、結構ね、しんどいですね。なんでよって言いたくなるような展開が多数ありましたが、気を取り直して頑張りましょう。この相手ならオムスターからもありですね。雨展開そんなに弱くないな。ウツロイドがちょっとしんどくなりそうなんで、コバルンを後ろに置いてあげる。まあただそうするとちょっとレヒレがしんどくなるのか。オッケー、わかった。こうしよう。パッチルドン、コバルン、オムスター。いや、なんか、どっちの天候起動役もいない、ちょっと不思議な戦術になってますが、お相手がね、カバルドンから入るっていう場合は、
こっちのパッチルドンがかなり刺さるので、それに対してかパッチルドンからの展開も捨てがたいということで、パッチルドンもいけるように準備してみました。格闘抜群3連星ですが、頑張ってみましょう。あ、ウラオス、はい、格闘が通ってますんでね、素直に通しに来ると、こっち一撃の方、はい。まあ、ウーラオスに対しては、こっちやること決まってて、初手大アイスです。ハチマキだけ裏目なんですけど、まあ、これ統計的にね、ハチマキの確率はそこまで高くないんで、まあ、一定数いますけど、そうじゃない限り、有利展開になれるっていうことで、もう、ここは大アイスするって決めてます。はい。タスキだった場合は、あられでね、タスキ貫通できますし、まあ、スカーフとかだった場合も同様、普通に倒せるので、大丈夫と。インファイト、はい。これは、うん、オッケーオッケー。ハチマキじゃないですね。では、一発耐えて、開始の大アイスで倒せます。めちゃめちゃゴリ押し戦法ですけどね。ウーラオスに対して、どうすんねんっていうパーティーが、こうやってウーラオス倒してるってね、言ったらお笑い草なんですけど、まあでも実際これが一番、なんかね、こっちにとってやりやすいルートだったりします。まあ、お相手が2匹目、後ろに、こっちが引いてもね、なんとかなりそうなポケモンだったら、一回引くのもありかなって今思ってますね。オムスターのタスキが潰れちゃうんで、すぐに引くのもどうかなという感じですが。あ、ウツロイド？マジ？じゃあ、ウツロイドはありがたく倒させてもらいますよ。これは、いけるでしょう。ダイアース、ダイアースで。はい。こっちが雪かき発動してますんで、雪かきで上からダイアースで持っていける。おー、しかも大魔切ってくれる。もうタスキもないのも分かってますし、これはすごい助かりますね。行動としてはね。いやー、よしよしよし。まあ、ダイアースはちょっと読みづらいですよね。パッチラゴンだったらダイアースはあるっていう感覚なんですけど、なぜならパッチラゴンしか自信覚えないんですよね。このパッチルドンは、時短だしか覚えないんですよ、地面技。なんで、あまり注目されないんですが、ちゃんと地面技覚えるということで、これがしっかり通りましたね。オッケーオッケー。今までの動画でダイアースが刺さる場面、あんまり動画に、できてなかったけど、こういう場面で刺さるっていうのが見せられてよかったです。オッケーオッケーオッケー。ね、意外と、ウーラオス先発に対してダイアイスから入るの悪くないでしょ？で、ミミッキュ。なるほど。まあでも、これはコバルオンで何とでもなってるんじゃないかな。うん、と思いますね。まあ、一応第3打しとくか。あとはミミッキュの型次第ですが、こっち裏のコバルオンでアイアンヘッドすれば基本的に大丈夫だと思いますけどね。あ、でもこれそっか、後からコバルオン出すこと考えたら、ここでアッキが発動しちゃうとちょっと怪しくなるので、ここは大アイス特殊技の方で化けの皮割るのが正解でしたね。すいません。ちょっと、ここまでいい展開だったので油断しちゃったミスです。まあ、ただアッキじゃなかったので結局変わらんと。はい。ご容赦ください。すいませんでした。さあ、ミミッキュ側はここからどう動くかですが、まあ、もう、悪鬼じゃなければ何とでもなってるかなという感じですね。一応電撃くちばしをしますが、影打ちでしょう。うん、そうですね。まあ、大概何の持ち物でも大丈夫じゃないですかね、こうなるとね。オッケー、命の玉。よし、これが分かったのも、オッケー。もう、イバンの実とか、そんなことは言わせんぞ。はい、コバルモン。よし。じゃあ、これでね、もう、勝ちじゃないですかね。アイアンヘッドで。うん。まあ、これ、本当は、こっちの技とかをね、すべて知った上で行動するなら、ウツロイドからじゃなくてミミキから入るのがね、先ほどの対面正解だったんですけど、まあ、そんな、どんなに上手い人でも、パッチルドンの覚える技の詳細とか、まあ、調べませんからね、普通。まあ、知られてないという強みが前面に出た試合でした。お相手の方ね、かなり、順位が高い方で、めちゃめちゃ格上だったので、まあ、そういう方でもやっぱパッチルドンは読まれづらいなというのがいいところだったんじゃないですかね。うん。パッチルドンが強い動画にするつもりじゃなかったんですけどね。なんか、イヴァンの身にことごとくしてやられちゃいましたね、今回ね。はい、ということで今回負け越しちゃいました。1勝2敗でしたね。いや、実は今回の編成にする前にもう1本動画を撮ってて、それはもう完全にお蔵入りになっちゃったんですけど、ハピナスと生拳以外にいろんなポケモン試してみようって言って、いろいろポケモンを試したんですけど、0勝5敗でした。もう、ボッコボコ。ということで、まあ、600位ぐらいからかなり下がってきちゃいましたが、まあ、今までもね、こうやってハピナマコ以外を使って、4桁に落ちてハピナマコを使って3桁に戻してっていうのをずっと繰り返してました。まあ未だにねハピナマコ以外のポケモンで順位を上げるっていうのに成功してないので、まだまだいろんな実験は続くっていう感じですかね。うん、今回のパーティーも弱くはなかったはずなんですけどね、なんかうーん運命のいたずらっていう感じのそんな印象でした。はいはい、じゃあ今回ね活躍一応してくれたウオチルドンです。エースブッパですね。
残り B です。弓属性の雪かきが解禁されたので、これで素早さ2倍にして上から鉢巻きエラ紙をするというすごくシンプルな構成で、これだけだと戦術としてはあんまり使いづらいんですけど、パッチルドンっていうね不動のエース、このパーティーのエースがいますんで、このパッチルドンが暴れ終わった後のあられを利用してそのままお掃除役として戦ってくれるということで、非常に無駄なく動いてくれます。このパーティーはあられ展開がね、アマルルガーから入るっていう展開もあるし、このパチルドンでね、ダイアイスから入るっていう2種類あるんですけど、どっちにしろあられは残りがちなので、パチルドンがね耐久はそこそこなので5ターン生き延びるってことはあんまないんですよね。ということで残ったターンでエラ紙を連打してあげるというのが結構優秀です。 HB 特化のポリゴン2でも乱数2発ぐらいで落ちます。うまくハマれば強いんですけど、活躍機会はそこまで多いわけではないっていう感じですね。選出率はちょっと低め。相手に天候上書きされるっていう心配がほとんどなさそうだなって判断した時に出すっていう感じですね。ちょっとでも天候上書きされそうなルートが思い浮かぶ場合は基本的にはあまり出しません。ただあられ展開がしっかり決まった場合は、この2体の雪かきでね、上からビュンビュンもう相手を吹き飛ばしていくっていうのすっごく爽快なパーティーになってますので、ぜひぜひ試してみてほしいですね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。ウォチルドン海の上に来たらね、泳いでついてくるのかと思いきや、実はふわふわ舞うんですねこれね知らんやった。話しかけたらどんな感じなんやろ。あ、めっちゃ笑顔。そんな感じなんの顔。っていうか、その口の向き的にこの上こっちが口なんだとしたら、今の目の感じ逆じゃないですかねこっち向きに笑顔なの。そうなの。いや、ほんとね、ポケモン不思議だな、本当に。まあ、現実の生き物でもね、顔を、これ、どっちが上でどっちが下かまだ解明されてないみたいなね、生き物が本当にいたりとかね、現実の生き物もね、実はポケモンに負けず劣らず謎の多い生き物がたくさんいるんですけど、いや、ポケモンも同様に面白いですね、本当に。どんな生態なんだ、このウォチルドンはもう。まあ、ということで、今回結構頑張ってくれたんですが、イヴァンの実を僕が警戒していなかったことにより負けてしまいました。ごめんな、ウォチルドン。いや、次回こそは、ハピナマコに頼らず勝てるパーティーが開発できていればいいなと思いつつ、きっと僕はこの撮影の後、順位を戻すためにハピナマコを使うんだろうなと思っている、たった今でございます。まあ、ということでね、次回以降も皆さんに、使用率トップ50以下でね、どんなポケモンが活躍できるかっていうのをね、いろいろ実験してみて、その結果を皆さんにお伝えしていきますので、よかったらチャンネル登録などしてね、お待ちください。あ言い忘れてた。すいません。急に大きな声出しちゃった。びっくりしたね。ごめんなさい。すいません。チャンネル登録3万人、本当にありがとうございます。このお礼を言うの忘れてた。そしてチャンネル登録3万人のお礼を皆さんに何ができるだろうなというふうに考えまして、仲間大会をですね、11月29日に開催させていただきます。君に決めた杯という、大会でして、あなたのですね、一番好きなポケモン1体を、引き連れて、そのポケモンは必ず選出しないといけないというルールで、対戦していただくというルールになっておりますんで、皆さんのね、ヨメポケというか相棒同士の戦いというね、非常に熱い大会になっておりますので、よかったら参加してみていてはいかがでしょうかということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でもお会いできたら幸いです。それでは、インゲンでした。バイバイ。